グリゴリー・イサーコビチ・ブロイドは中央アジアで活動した革命家、政治家。ナトフ賞はゲルシュイツ・コビチ、セイはジレベルクベイトとも。1883年11月7日、ロシア帝国ビリナ県ビリナで会計士の息子として生まれた。地元の高等学校の在学中からイスクラの地下組織で活動を始め、1901年から文土生員。ブンド製 1903年からメンシェビッキの党員となった。1909年にサンクトペテルブルク大学法学部を卒業してからは多種検討で弁護士助手として働いていたが、鉄道労働者の間で革命宣伝を行ったため1912年にピシュペクへ追放された。しかし1916年にも現地で反乱に参加し、懲罰としてさらに、 シベリアの予備不評連隊に送られた。1916年から翌1917年3月まで従軍し、2月革命後は中央アジアに戻って、タシュケント、トルキスタン地方、シルダリア州の各ソビエト議長やタシュケントの軍司令官、ナーシャガゼイタカミ編集長を歴任した。同1917年9月には、ペトログラードソビエトのメンバーとなった。 翌1918年から、ロシア社会主義連邦ソビエト、共和国国民経済最高会議や、トルキスタン自治共和国の考外事務所で勤務し、サマーラ県等学校校長も務めた。同年11月からボリシェビキに加盟し、翌1919 19年まで東部戦線の革命軍事会議で活動し、同年8月から11月まで全ロシア中央、執行委員会及び、 ロシア共和国人民委員会議党部門部長、同月から翌1920年2月まで同委員会外交部部長を務めた。同年1月にはヒバへの遠征隊を指揮し、ヒバ反国を崩壊に導いた。3月から4月までヒバ及びアムダリア部で、ロシア共和国特別全権として活動し、バスマ地方機の鎮圧を主導。また、同年から、 東方勤労者共産大学教師となる。1921年から1923年までは、民族問題副人民委員。1922年から1925年までは、東方勤労者共産大学学長も務めた。1925年3月から翌1926年まで、ボリシェビッキ中央委員会出版部副部長。1927年まで、 国営出版社社長、同年から1933年まで、サラトフ州共産大学学長、党中央委出版社社長、峠ボルガ地方医先導、宣伝部部長及び、同意書記を歴任した。1933年12月25日から1935年1月2日まで、タジキスタン共産党中央委、第一書記を務め、現地に巻き起こっていたホロドモールについて、 連邦共産党の責任を追求した。しかし同時に、現地の人民委員会議や中失意を無視した、独裁者として振る舞うこともしばしばであった。1934年2月から1939年3月までは、連邦共産党中央委メンバー候補。1934年11月から1936年9月まで、ロシア共和国教育副人民委員。 同月から1938年7月まで、再度と中央医出版社社長、同月から1941年まで医学出版社社長も歴任した。しかし、同年7月にラブレンチー、ベリアの個人的な命令によって逮捕され、1945年8月に懲役10年の刑を言い渡された後、1 9 5一年から1 9 5四年十月まで、 カザフ共和国で過ごした。1955年に釈放、名誉回復されるも、翌1956年5月23日に、モスクワで死去した。ありがとうございます。